第1位に入選したメジロマックイーンは他の馬娘の進路を妨害したため18着に降着といたします。マックイーン大丈夫？ええ、もちろんですわ。多くの方の期待に応えられず、一緒に出走した方々を危険な目に遭わせてしまったのは事実です。でもだからこそ下を向いてなんていられません。レースの失態はレースで取り戻してみせます。ちゃんと反省もしてるんでしょ？必要以上に自分を責めることないから。そうです、次のレースも期待してますから。頑張れマックイーンさん。ええ、そういたしますわ。ただいま。外にカメラ持った奴らがうろついてたから変質者だって騒ぎ起こしといたぜ。記者の方たちですわね。私を取材しようと待ち構えていたんですわ、きっと。まあいいんじゃね。学園内にまで踏み込んでくるなんて不届き者に違いねえんだから。別に気にしませんわ。何か聞かれれば誠心誠意対応します。それよりも今度はちゃんと勝利して明るい話題の取材を受けないとですわね。さあ体を動かしたい気分ですわ。行きますわよトレーナーさん。寮は目の前ですのよ。別に送っていただかなくても平気ですのに。ですから私は別に構いませんのに。なあマックイーンさん、秋の天皇賞についてコメントをお願いします。あのような危険な走りはどうして起きてしまったのでしょうか？この度はレースに関係する方々にご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。私が未熟であったばかりに周りへ気を配ることができず、あのような事態を招いてしまいました。妨害を受けた馬娘にはどのような対応を取られましたか？お一人お一人お詫びをさせていただきました。強引に内側に入れというトレーナーの指示があったともされていますが。トレーナーさんの指示？そんなことありませんわ。あれは私の判断で行ったことです。トレーナーさんは何も関係ありません。だってこれではまるでトレーナーさんが原因だと思われて。トレーナーさん、わかりましたわ。あのトレーナーさん、次のレース予定していた有馬記念より先にジャパンカップへ出走したいのですが。いいえ問題ありません、走る準備は整っています。どうかジャパンカップへの出走を認めてください。ありがとうございます。必ず必ず勝ってみせますわ。